はい、皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はモーセ国の話となり、フィクションとしてお楽しみください。はい、今日なんですけれども、コナマズさんが先日18歳になったということで、じゃあちょっとコナマズさんのこれからの流れ見てみましょうよと思ってます。今9月だから、とりあえず、まあ、YouTube の方では9月から半年間の流れ、3月までの、まあ、この半年の流れを見ていきたいと思います。そして、オンラインサロンの方では、まあ、9月から8月までの流れを見ていきたいと思っています。はい、じゃあ続いて浄化していきます。はい、じゃあカード浄化しています。あ、カードね、シャッフルしています。中心のカード、ワンちゃん、はい、これ仕事のカード、ネズミ、なんかお金使うだけみたいなね感じ。はい、これね、来年の6月。はい、今コナマズさんヘビー、まあこれはキイコさんにかなりこうね、なんか睨まれてるのかなって感じがしています。これ来年の3月。はい、そしておっと10月、コウノトリ、はい、道、花束、9、あ、じゃあここ、よいしょ、お失礼しました。よいしょ、来年の2月、魚、来年の3月、手紙。はい、じゃあカードを、よいしょ、あと1枚ずつ出していきます。ワンちゃんとタワーか、この人ですね。なんかこう、なんていうのかな、こう閉じ込められてるわけではないかもしれないけど、なんかこう軟禁みたいな感じがねすごくするんですよ。こう自由がないというかね。はい、太陽、わあ、ダブルヘビってこんなことある？すごすぎるね。びっくりした。ネズミ出ましたね。はい、コウノトリと怒り、魚、クローバー、道、女性のリバース、花束、はい、子供。はい、お待たせしてます。まあ今日はコナマズさんの9月からじゃ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 んと3月までの流れを見ていっています。で、この隠れたね、裏返しになってるカードはっていうと、こちらはオンラインサロンの方でここはオープンをしていきます。で、
っていうかもうここがね、やっぱこうコナマズという人が、なんかこうコナマズ自身もこういろいろ問題があるかもしれないんだけど、なんかこう、やっぱり自由が私はないような気がしていて、すごくこう冷たい家、冷たい家庭、まあ温かみが全くない、外面だけを気にするとか、なんかこうそういう、まあ、家族関係、人間関係、今コナマズがいる環境っていう感じがするんですよね。でこのダブルヘビこんなの初めて見たんだけど、ここっていうのはコナマズ自身を表すところなんだけれども、こうこれがなんかお皿と木を表してるのか、まあそうかな、やっぱりこう2匹のなんかメス系の人がなんかね いる、ああ恐ろしいや、なんかこう2匹の蛇にこう睨まれてるわけですよ。常に監視されてるとか自由がないとか、そんな感じがするんですよね。で、そうね、10月なんだこれ、来月なんですけど、飛び立つっていうカード、環境が変わる、受験前の忙しい時にみたいなどこに行くんですかみたいなね、そういう感じがあるよね。なんかこう全然プレッシャー受けてないよねっていう感じがして、そして11月が、まあ、これ道で、どっちの道に進むかっていうのと、女性のリバースが出てるので、まあ、これがいわゆる T 台のね、例えばまあ推薦なのか、でも女性のリバースだから、なんかこのキーコーとかの思惑通りにいかない可能性もあるのかなとか。で、そうね。で、まあ、12月。ここが、太陽出てるんだけど、ネズミが出てるから、第一志望にはいけないとか。そんな感じがするかな。なんかこう、願いが叶わないとか。そういう感じが12月はする。ただ、あ、1月2月はね、ここにポジティブなカードが出てるんですよ。1月、この人やっぱり留学するんじゃないかなとか思ってるんですけど、ここって、ちょっと待って、ね、90、12、ここ1月。1月っていうところは、まあ、海外9番目の部屋っていうのを表すところなんだけど、なんかそこになんか行くと喜びがあるよとか楽しいことがあるよとか出てるので、ああでもそっか、ここ海外っていう意味と、あと大学っていう意味もあるから、あーそっか、これどちらにも取れるか。でもなんか第一志望じゃなさそうな気がするっていうのと、もしかしたらまあいわゆるまあイギリスとかですね、そういう外国の可能性もあるのかなというふうに出ていて、そしてまあ2月が魚とクローバーで、なんかこの人生き生きしてますよね。でもしかしたらね、海外に行くとか行ってるとかかもしれませんし、でもし日本にいたとしても、まあまあなんかね、この1月からこの人なんかこう毎日を楽しめてるっていう感じがしていて、ただ3月がで、クローバーじゃない、手紙とネズミが出ていて、同じねネズミのカードが出てて、なんか嫌なメッセージが来るとか、ストレスを受けるとか、そういうのがあるので、3月はコナマズにとってこうアンハッピーな
1ヶ月になるのかなっていう風なものが出ているような気がしています。続き興味のある方、ぜひオンラインサロンの方でも見てください。まあ実名でバンバンとディープなことをリーディングしております。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。